はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。マリク・イシュタールです。さあ本日なんですが、診断で、ウォーのよく死ぬ竜ことね、神が強化されましたので、今日は神デッキを使っていこうというふうに思っております。ゴッドブレイズキャノンでワンキルしていくデッキを作ってきました。新パックで登場した真なる太陽神というこのカード、ラーデッキ以外では一切使えませんが、ラーデッキであれば3積み確定の最強カードとなっております。このカードの発動時の効果処理として、真なる太陽神このカードを除く、ラーの抑神流系の、カードを何年持ってこれるという効果、これめちゃくちゃ強くてですね、まあガーディアンスライム、とかも普通に持ってこれますし、なんかあのイニシエの呪文も持ってこれるし、なんか太陽神ゴーイズも持ってこれるし、もうなんか何でもなれるんですよね。なんなら弾も持ってこれます。はい、あのスフィアモードも持ってこれます。これ金玉持ってこれる最強で、2番目ラーの抑止類以外の特殊化されたモンスターはそのターン攻撃できない。で一旦一度自分のメインフェーズに、このカードか、デッキの、このカードまたはデッキのラーの抑止類スフィアモード一体を墓地を送って、でその後、自分のフィールド上の、ラーの抑止類一体を選んで墓地を送るという効果がありますね。はい、でこの真なる太陽神という効果を使うと3番目、ゴッドフェネックスが特殊召喚すぐできるんですよね。これラーの抑神竜が墓地に来られると出てこれるよっていう効果があるので、フィールドからね。なので、こいつが爆誕すると、で、こいつがなぜか召喚ムービーあるんですよこのラーデッキっていうのはなんかいやこっちでしょって思うんですけど、なんでか知んないけどこっちに召喚ムービーあるんですよね。意味がわかりません。はい、でこのカードはかなり効果強くて、戦ライフ払うとフィールドのモンスター1体選んで墓地を食ったり何の効果も起きなかったりするので、エンドフェーズにどっか行っちゃうんですけど、かなり強い効果となっています。でまあ今回のデッキなんですが、完全にワンキロにも外寄せしますんで、まあ高校を取ってね、ワンキロをしていくという感じの構築になっております。はい、まあ成功率は高くはないですけど、ギミック上はこのガーディアンスライムを、まあ、盤面に出して、でガーディアンスライムをゴッドスライムに変え、で、ガーディアンスライムのサーチをしながらラーを出していくっていう感じですね。でゴッドスライムが3体分 のリリースに、神出す時にね、3体分のリリースに、できるよっていう効果あるので、まあラーの抑止力を出しに行ったり、あと相手のフィールド上のモンスターをね金玉で処してから、所有者の刻印をして返してもらって、でスフィアモードを、変身させて4000-4000のラーを出してコンセントレートするみたいな、そういう、ギミックも入っています。でサーチできるカードはなるべくピンとかにもう してまして、サーチできないようなカードですね、こういうのをまあちょっと増やしてる感じですかね。で基本的にはこのガーディアンスライムの出し方はトレモラを使っていきます。手札からこいつを墓地を送ると水属性モンスターを手札から特殊召喚できるよっていう効果があるので、トレモラで、ガーディアンスライムを出していく盤面にね。でガーディアンスライム自身は結構ここでサーチできるんですけども、トレモラ自身も翡翠溶乱とかでサーチできたり、あと、氷結界が墓地落ちた時の効果でこれ除外するとサーチできたりするので、これで愚かな服装とかが入ってる感じですね。だから結構サーチが意外とたくさんあって、まあ、そこそこ楽しいデッキになったのかなと思います。で、一応合金採用してまして、ドローして考えていくって感じになってるんですけども、なんかエクストラマジで適当に、入れてるんで、ここはなんかもう好きなカード入れてください。今一応グスタグマックスとジャガーノトリビア出ることあるので、レベル10みたいになるのでね。なので、まあ、一応入ってるんですけど、ちょっとだけ削れなかったみたいな時のためにグスタグマックスはできますしね。はい、まあ、これはあった方がいいと思いますけど、あとはなんかかなり、あとここ3枚ね、以外はなんかかなり自由なので、ご自由にどうぞ。はい、まあ一発屋デッキですけど、ウォーじゃなくてラーにはなってると思うね。ああデュエルスタンバイ。はい、玉来ました。これはもう圧倒的展開力を相手見せつけてきたとしても、これ黙って見守ってられますね。はい、なんならめちゃくちゃいっぱいモンスターを展開してほしいまであります。これこのハンド、おイベルツイン、やばい、これはモンスター展開してくるんじゃねえか、さすがに。いや、これ多分スプライト入ってるし、さすがに。イベルツインスプライトってモンスター結構横並べてくれるんですよ。あ、いいよ。いや、いつもだったらこの展開見てるとき、金もくたばりやがれって思ってるんだけど、いや、今回手札に引いてる一番左の金玉がめちゃくちゃ輝いてるので、おじさんの金の玉が輝いてるんで、これ圧倒的に展開してほしいです、逆に応援します。非常にディモールといい、今のところ完璧と言っていいオッケー。あ、ちょっと伏せカード多いな、伏せカード多いのキモいな。ただでも伏せカード多いというか、逆にうららが飛んでこないからラーの金玉のリクルートは通る可能性が高いと思います。ちょっと一旦ちょっ
と君たちね、どいてくれる、まあ、デスサイズあるのは知ってるんだけど、それ割れないね。あいこれあげちゃう、これあげちゃう。ちょっと一応オロ服でウォッチ送りたいんだけど、なんかある。あーよし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 、来た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 、ここに裏使ってきたらでかすぎる、あまりにも相手焦ったんだろうな相手焦ったんだろうな、多分これ絶対相手焦ってると、3枚もリリースされて想定外の出来事が起きてるはずだ。相手の頭の中は今パンクしてるはずだ。返して返して、おかえりー、うおーいけ、ラーの抑止竜、ラーの抑止竜、ちょっと待って、ラーの抑止竜バトルフェイス、ラーの抑止竜の攻撃、ガッタブライズキャン、自分ダメしていいですか、コンセントライトはあ、これで最強かもしれんわ。よっしゃー、金玉来てる、金玉所有者太陽神も来てる、ハンド的にはかなり強いぞ。よし、スプライトは相性がいい。なんでかっていうと、モンスターをいっぱい横に並べてくれるから、あの金玉のコストがめちゃくちゃ稼げて普通に強えぜ。まあ、ぶっちゃけこのゲーム金玉ゲーでしかないから、なんか、まあ、一応金玉サーチできるんですけど、この太陽神っていうカードでね、なんですけども、まあ、サーチを止められたら意味がないので、まあ、6枚一応デッキの中に太陽神金玉入ってるみたいな感じですけど、まあ、つまりだから6個の金玉をね、あの製造してるってことですね。まあ、あの普通は1人金玉2個までって言われてますけど、まあ、僕は6個持ってます。ジャッジマスター強えな、モンスター効果無効できるもんな。でマスカレーナが OK いいだろう。まあ、でもこれそんなになんか言うて、なんかね、個人的にはね、なんかね、横にいっぱい並べられてる方が全然辛いんだよね、モンスター。あ、洋乱ね。まあとりあえずちょっと一回分からせるね、ごめんね、本当にごめん、心が痛むよこれあげちゃうちょっと返して返して あ, ありがとうこのムーブゴミすぎて、このムーブゴミすぎて言っちゃいいよな、マジうんこだもんな、このゴミムーブ。ちょっと一応うららチェックするか、止められても勝てんな、これ止められても勝てるわ、これ別にうらら打たせよ、逆にうらら打つ、打てうらら、はかなでもいい、あ、OK で、こうしてはかなとうらら打たれても、今もう一回ラーの抑止竜ちょっと出しに行けるんですよね、このハンド結構強いので、多分なんかなんとかなると思います。で、愚かな服装を発動する、オロ服で氷結界落とす、で氷結界の、効果使っちゃうと水属性モンスターしか特殊ができないよっていう効果が、あるんですけども、通常召喚なんでラーはだからあんまり関係ないみたいな感じですね。でトレモラを持ってくるでしょ。で絶対的なる、太陽神で、ラーも、ラーっていうか、イニシエの呪文か、イニシエの呪文持ってきて、で、出していく感じです。で、翡翠の捕らえ物発動、手札を1枚墓地、あ、このカード墓地を送り、自分の手札から、ガーディアンスライムを特殊召喚できる。そして、さらに、ガーディアンスライム1体で融合召喚。なぜか召喚ムービーやるゴッドスライム、なんでこいつで召喚ムービーやんだよ、なんでこいつで召喚ムービーやんだよ、神に作れ、神に召喚ムービーを召喚ムービーなんかおかしいだろこれ、絶対イカれてるよな、これイカれポンチなんだよな、完全に絶対作る方間違ってるんだけど。で真なる太陽神の効果、このカードの発動時の効果書としてラー系のカード1枚を手札に加えることができる。これによって太陽神合一を手札に加えていく。さらにイニシエの呪文を発動、ヒエラテックテキストを唱えることによりラーの抑止竜1枚を手札に、いや、ウォーの抑止竜を1枚手札に加えることができる。そしてゴッドスライムはアドバンス召喚をする場合3体分のリリースにすることができる。さらにイニシエの呪文の効果によりこのターンアドバンス召喚したモンスターは生贄を束ねる力を付与される。
ゴッドスライム一体をアドバンス召喚、現ろう、ラーの翼神竜。ラーの翼神竜の効果は発動しない。いや、これはまあ発動してもいいんですけど、あの発動しても勝ちなんですけど。太陽神合一はラーの翼神竜が存在する場合、セットしたターンに発動することができる。太陽神合一の効果、フィールドのラーの翼神竜をの打点をアップする。うおー、11,900 バトルフェイズくらえー、ゴッドブレイズキャノン、ツアーツアー、ラーデッキ最強。キスギミルやっぱ優秀だな、めちゃくちゃ。このガーディアンスラインもサポートできるから、もうかなりラーにアクセスしやすくて優秀なのと、まあ一応最悪なんですけど、まああの翡翠で戦えるようにもしてます。ラーが決まんなかった時のねために、まああんまりなんかこの翡翠のギミック入れなくても、なんかもう、まあ、こういうクソレッキだからさ、なんかワンキルしに行くしかないからやること、なんかもうちょっとあの何なんかコスモクロアとかはもうなんか減らしてもいいかなと思ってんだけど、まあ一応ね入ってますけど、まあ抜いてもいいですこれ。ここは普通にコスモクロアとかの翡翠自爆とか、これのギミックはまああの翡翠がまああの翡翠のギミック一応入れてみただけなんで、ワンキルには本当にマジで関係ない、真面目に関係ない。そしてゴッドスライムを融合召喚、ガーディアンスライムはなんで召喚ムービーなんだよ、毎回毎回思うけど、これなんでこいつで召喚ムービーなんだよ。でほとんど同じ格好してたから、オブレスクの召喚ムービー作れるだろ。じゃあふざけやがって。真なる太陽神を発動、真なる太陽神の効果に自分のデッキからラー系のカード1枚を手札に加えることができる。さらにイニシエの呪文を発動、イニシエの呪文の効果によりデッキからラーの翼神竜1体を手札に加えることができる。そしてイニシエの呪文の効果、このカードを墓地から除外することによりこのターンラーの翼神竜をアドバンス召喚した場合、ラーの翼神竜は生贄を束ねる能力を持つ。ゴッドスライムをリリッシュ、現れろ、ラーの翼神竜。効果発動、召喚に成功した場合ライフを100になるように支払い、攻撃力をアップ、バトルベイズくらえ、神の攻撃、ゴッドブレイズチャレンジ。